脳は昨日はじゃないな。で本当にここ何日かいろいろバタついちゃって、ああもうってなる日が多かったの個人的に。もうなんで悪日が多くて。珍しくもう何にもやりたくなくなっちゃって、もう珍しくってはあんまないかもしれないけど、そう、 うわーもううんってなって全然靴も買いに行かなくてよかったのに、なんかもうそこが私服とか買うことがもうストレス発散だから、買っちゃった、また買ったんだって思うけど、いやそうめっちゃなんかいろいろあって、まあいろいろ言えないんですけど、いろいろあって言えないんかいって感じだけど、もうだいぶ落ち着きました。すごいユニバだ、日曜日の朝は絶対に週一を見るって決めてるんですけど、ユニバだ、昨日も友達がたまに見てくれて、今日は一緒に過ごします。そうだ、マイメロディー、あ違う、私ユニマに行ったんですよ先月くらいに。でマイメロちゃんに会えなくて、どこにいたんでしょうか。そう、今マイメロちゃんいるんだって。なんかハロウィンだからユニバにいるみたいな、クロミちゃんも、めっちゃ早朝のユニバなのかなこれ。大変だ、ユニバの写真も載せようと思いつつまだ載せれてないので載せます。そう、実はさらっとユニバに行ってました。
人じゃない、一人じゃない、そんな寂しい子じゃない、友達です。一人じゃない、一人ではいけないわ。なんかチャッキーとかあるよね。ユニバって結構人が多かったの。人が多くて、プツ音がするよ。私はしない。どうしたらいい。なんかディズニーってたまに空いてるけど、ユニバってめっちゃ混んでるイメージ。日頃私ユニバに行ったのが本当に 5年ぶりとかだったの。でも全然人多くて回れなくて、もう一回行きたいなってなってる。お化け屋敷なんだこれ。いや、マイメロちゃん目当てじゃない。普通になんかユニバに行きたくなって弾丸で行った。いや、わかんない。私ユニバのこと全然把握しないまま行ったから、どこに何があるかもほぼ知らない状態なので、ユニバだから、だからハリーポッターとかも通ってない。ここに何があるかとか知らなくて、鬼滅エリアってもうないんじゃないの。そう、なんか予約しないと入れない。でも任天堂は行ったのよ。任天堂じゃない、マリオ。マリオはなんか携帯で予約っていうのかなして行ったんだけど、でもなんか実家からだったらユニバって割と通いやすかったんだけど、やっぱ東京からってなると時間もかかるしお金もかかるしって感じだね。だから大阪は年一くらいで行ってたんだけど、なかなかねコイン集めなかった。なんかもうほんとちびっこちゃんが多すぎて、なんかそのコインブロックの下にももうちびっこちゃんがいっぱいいて、諦めようかなと思って諦めました。岐阜からユニバーには、いやいや、岐阜からユニバーは全然近いですよ。大阪まで1時間くらいで着ける気がする。まあ岐阜の住んでるとこによりますけどね。そこはうん、東京だったらねディズニー近いからだけど、でもやっぱ
私めっちゃディズニー行くじゃん、結構頻繁に年1年2で行くから、今年もう2回行ってるわけよ。からやっぱユニバとかに行きたくなるわけ。でも今年はもう一回ディズニーとピューロに行きたい。って思ってます。ピューロには行きたいね。なんかティムのポップコーンバケットも欲しかったんだけど、諦めちゃった。いや昔なんかミニオンが一時期好きで、ミニオンのポップコーンバケットを買ったんだけど、今思えばなんで買ったって、ね、そんなもんか。いやでも行ったのが高二とかなんだけど、確かプライベートで、なんかいや私の高二の時はミニオンの T シャツにミニオンの、私はポップコーンバケット持っていた、ミニオンのメガネしてスヌーピーのカチューシャって、なんでスヌーピーにしたっていう、なんか統一感がなくて、そう今思えばめちゃくちゃ恥ずかしい格好をしてる。めっちゃ恥ずかしくない？フル装備。だからもう大人になったので、おしゃれしていきたいな、ユニバは。そう、靴も買ったんです、新しい。昨日、もう私のストレス発散方法。1,2,3,7。この前もね、1,234にしたのに、もう3日経った。このピンクのリップもなくなってきた。
でもディズニーは割ともうプロなんですよ。結構どこに何があるかとかは C のが詳しいけど、でもハリドリ乗ったのね、ミニバで。めっちゃ怖くて、こっちなんか行けると思ったけど結構怖かった。でもハリドリ2回乗ろうと思ったらもう昼で 100分待ちとかで、夜も100分待ちとかだったから、いやもう諦めようと思って。なんか暑かったから並ぶのに一苦労、疲れちゃった。ね、でも昔ハリドリ乗れてたんだけどね。涼しかったりだけどね、暑かったからもう並ぶのしんどくなっちゃって。さあ私はハリドリで何を聞いたでしょうか。あーもうフライングダイナソーは絶対乗れないからもう諦めました。乗るのそもそも、正解は大阪ラバー。でもハリドリは大阪ラバーって決めてる、いつも。うわーって言ってたらユニバ行きたくなってきたな。ねえ、弾丸で行ってこようかな。普通に旅行行きたいんだよね。いやでも今年は絶対沖縄行くって決めてたんですけどね、もう行けないかな。12月の沖縄とかって普通に寒いですか。いやね、ハローでマジで優勝したいから次マジでお願い。もう本当に、いやこの前も勝てなくてさ、なんか私ってそういうのいつも勝てないっていう人生で生きてきてるから、いや次こそ勝ちたい。
でも私はもう2回出たくないかも。なんか足引っ張っちゃいそうだから1回でいいやってなっちゃう。みんなからは、みんなはね2回出てほしいってなるだろうけど、他のメンバーに託して完全優勝を狙ってもらいます。小田さん、茂木さんだっけな、もう完全優勝を狙ってもらいますわ。ね、小田さんも強かったし、茂木さんも多分強いから、計2連覇しないとね。だからみんなも次お願いします。結局何がいいんだろうね、やっぱサイズと段数なのかなって思ってるけど、でもシールドも結構大事だって、後半に行くにつれて。結論全部だよね。いや、シールドが残り何回使えるかとか分かってなくて、使いすぎるとシールド貼れなくなるんだもんね。だから最初はシールドあんま立てない方がいいってことかな。段数かなって。シールド多分下手くそなんだよね。いや、何が上手かったのかも分かってないわ。全部下手だったのかな。いや、うまくはなりたいね。確かにみんながね、波動に慣れてきてるから、そこはちょっと怖いところだよね。秋リップが欲しいところ、そろそろ。
だ。まつげ美容液塗ってるけど、まつげなんか発達してるのかどうかわかんない。でもなんか昔はめっちゃリップ買ってたけど、最近なんか同じリップずっと使ってるから、その方がいいんだけど、リップコロコロ変えたい。お腹すいた。メイクがもう終わりそうです。朝ごはん食べました、みんな。食べたの。なんか美味しい朝ごはんの定食とかを食べにも行きたい。ちょっと田舎に行きたいんですよね。うわあ、いっぱい出ちゃった。築地ね、行ってみたい。築地なんか30分でメイクが終わるようになった最近。もうメイク終わり。
もうやることない気がする。ちょっとさっきピンクのリップ塗ったけど赤めのリップ塗ってみよう。木曜の紅葉生で見てファンになりました。嬉しい。やったー。寝坊した時は眉毛だけ描けそうだったら眉毛だけ描いて出ます。描けないのであればもう諦めます。かな髪の毛も。いや、わかんないけど公園で魅力あるんですかね、私に。なんかめっちゃマイナス発言だけど、わかんない。なんか公園ってみんな輝いてるから自分なんてってなっちゃうんですけど、でもそう見つけてくださる方がいて嬉しいですけど。友達にリファのオイル分かります。私もこれ欲しいんですけどどこに売ってるか分からなくて買えてないので早く買います。どこに売ってるんだろうこのリファのオイルは。いいニュースの時間これ。朝は朝あってるのかい。どこだっけ、あれ消えた。なんかね、知らぬ間にあさって増えてるんだよね。ぶつけてるんだろうけどぶつけた記憶がない。なんかたまにマイクとかが当たって
そう、汗できちゃう時もある。でも太ももにはあるんだよね。でもちょうど衣装とかで見えないところなんだけど、ここ結構黒、しかもめっちゃ痛いけど何が何だか分かってない。私のカラーって何が流行ってんだろう。すごい滑る。今日日曜日か。今週が公演とハローとあれか、福島か。福島のやつはみんななんか申し込みしてくれました。お腹鳴る。え、待って、めっちゃハードじゃない？なんかめちゃくちゃハードじゃん。みんなに会える日めっちゃあるじゃん。どうしたの急に急にそんな会える日あるの？みんなもびっくりしてるよねこんなに会える機会あるんってなってるか。あれ、福島が23だっけ。いやでも私はこのハードが落ち着いたらちょっと実家に一瞬帰りたいんだよね。一瞬っていうかもうどんだけでもいいから実家に帰ろうかと思ってる。稽古がね始まっちゃうから。11月はきっと一切帰れないので癒してもらうために。
あれがまだ発表されてないのか、ドットエールフェスみたいな。まだなら私は何も言わないでおきます。されるんじゃないかな、さすがにメンバー。やば、お腹空いてきた。健康で何より。天気いいの。洗濯ずっと干しっぱなんだけど、昨日の夜くらいから干してて大丈夫そう。しといて大丈夫かな。干しててもあんまいい乾きじゃないってこと。浴室乾燥に入れとこうかな。こんなに乾いてるかな。もう わあ、なんかこういうニビアの冬の CM 見ると冬だって感じる。うん、リップモイスチャー買おう。私もうリップなくなるから。しかも今度金曜ロードショーで君の名はやるらしい。
定期的に見たくなる君の名は。ちょっと2回くらいしか見たことないんですけど。もう一回岐阜を題材だよってことをみんなが知った上で見てほしい。マジでいいところだから。ハマらなかった。だいぶ伸びたよね。昨日すっごい切りたくなっちゃって前髪。頑張って我慢したんですけど、すごい切りたくなっちゃって。前に行きました。岐阜城とかいいですね。アースブルーっていうのが流行るらしい。偉すぎ太郎だよね、マジで。めっちゃ頑張って伸ばしたもん。よし、終わった。そろそろスプラもやりたいところ。今週は結構バタついてた。美容室も行こうかな。今週も割と詰まってますね。いやでも仕事あることは本当にありがたいことなので、ありがたいなと思って生きていきます。髪の毛短く見えるんだよね。
今日はメール送ります。もう心不通になりませんので、よし、じゃあ準備終わったのでランキング読みます。13位クロケンさん、12位ドクタケさん、11位内葉さん、10位マーボさん、9位アキッコさん、8位クープマコリタイさん、7位ワイキアットマーク今日も頑張ってエラスギ太郎さん、6位ティーケットンからアットマークタイのナトリドンさん、5位サイトアットマークアインツさん、4位ヤッツンさん、3位ロロさん、2位ペロペロチーノさん、1位 MM ルーズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。朝から良い休日をお過ごしください。それではバイバーイ。